はい、名前もまだわからない。それを、はい、注文させていきます。皆さんこんにちは、 TLT です。今回は初めて神戸をご紹介します。そして神戸の知られざる観光スポットと日本中の旅人が集まるスタンディングバーをご紹介します。セミのシーコがかかった気がする。今から美味しい居酒屋に向かいます。今朝の8時過ぎなんですけども、すでに暑いです。関西もようやく梅雨明けをしました。もう今からは夏本番です。皆さん神戸って街知ってますか？あ、そうです、神戸ビーフです。でも今回神戸ビーフ出てこないのですいません。今から向かう場所は日本でも珍しい天空の鳥居です。千代田線のようなカラーの地下鉄です。ここに来るときはね、もう絶対にドリンクは事前に買っておいた方がいいです。で、この細い路地で上がってきます。バス停がここのラーメン屋さんの結構大きいのがあります。間違えた、ここじゃなかった、すいません。この細い階段、ここを登っていきます。こんにちは。こんにちは。この景色を見ると日本の夏って感じがします。ここは神社の参道でもあり、登山道でもあり、また近隣住民の生活動線でもあります。なに？鶏の話し合いを初めて見ました。セミのシーコがかかってきます。まあいいか。オーバーの日向の部分に猫が。こんにちは。はい、おはようございます。
こんにちは。こんにちは。鷹取神社、ここからが神の息です。この鷹取神社っていうのは日本で知ってる方っていうのはほんのごくわずかだと思うんですけど、私の中では好きな神社のトップ3に入ります。あー、この最後の階段嫌になる。ここが鷹取神社です。ここはいつも静かで心が休まる場所です。ちなみにこちらが川崎バイクの本社です。ヴィッセル神戸のスタジアムです。僕は今板宿まで戻ってきました。でせっかくなのでここからもう少しだけ足を伸ばして絶景のポイントをご紹介します。塩屋駅に到着しました。ここは観光地ではないため地元の人しかいません。塩屋はこういう細い路地裏が点在しています。いえ、これ初めて来た人絶対迷子になりますよね。この先にある踏切もジブリっぽくて可愛い風景です。ここも結構可愛いスポットです。今夕方の19時です。さっき汗だくになったんでシャワー浴びてきました。でこれから美味しい居酒屋に向かおうと思います。見えてきました。あ、わかりました。ローストありがとうございます。乾杯。いや、はい、乾杯。名前もまだわからないすいません、胸駅と言います。すいません。あ、乾杯、ちょっと待って。すいません、乾杯。じゃあ乾杯。
ムネギです。よろしくお願いします。ちょっとそういう意味で日本酒紹介したいなと、せっかくだから。そういうことですか。そうですね。あの辺りにたまたま入ったんだ。あ、山なんです。あ、じゃあ後ほどぜひそれを、はい、注文させていただきます。すごい方見つけました。浜松でお仕事をされてる方なんですけど、3時に仕事終わられて新幹線乗って先ほどここに到着したらしいです。アベックのポテサラ、はい、と、アボカドとわさびのサワークリーム和え、はい、イクラ添えと、あとエビのタルタル風バケット。結構酸っぱいですね、これ。ね、お酒が進みますよね。いただきます。うん。いくら醤油につけられてますね。美味しいですか。うん。はい。ギャラクシこういう無造作な空間を見ると心地よく感じます。この後もまだまだ楽しんでいきます。次回の動画もお楽しみください。ではまた。